土浦セントラルシネマズは日本の映画館である。1957年、茨城県土浦市に擬音セントラル映画劇場として、開館、1968年には土浦セントラル劇場と、開賞、1989年から現在の4スクリーンになった。第二次世界大戦後の1957年、日本国有鉄道上番線土浦駅西口近く、 茨城県土浦市川口町の祇園会館内に祇園セントラル映画劇場として開館した。同年の情報を掲載する映画便ン,ン1958によれば、創業当初の同館は中島宗継の個人経営であり、支配人は小島博士であった。1961年前後には小島博士が監視と支配人を兼任する体制になっている。 1963年には、寺内隆太郎の個人経営、梅村章三郎が支配人という体制に変わった。寺内隆太郎は、後に土浦市議会議員に就任する人物である。同館は、大正時代から映画館が存在した土浦市内では、最後発であり、開館当時1957年の同市内には、小野座、土浦劇場、銀栄座、霞浦、 劇場、土浦大英劇場、荒川沖映画劇場の6館が、すでに存在した。1968年には、古い町名である、祇園町の冠を廃して、土浦セントラル劇場と改称する。当時の同市内の映画館は、同館のほか、テアトル土浦、土浦劇場、霞浦劇場、土浦東映劇場、土浦日活劇場の6館が存在した。 茨城県出身の漫画家、ウルヌ・タクヤは、中学在学中の1977年に、テンタクルズ、1978年に、スター・ウォーズといった洋画を、セントラル劇場で見たという。1981年には、従来の木造2階建てを取り壊して、現在の TC ビルを新築、同ビル2階に土浦セントラル劇場1.2のに、館を開館する。同時期に、 同館の経営を従来の個人経営から常用土地建物株式会社へと変更している。同年には霞浦劇場が土浦ピカデリー1.2を開館しており、1978年にはテアトル土浦が敷地内に土浦プラザを開館しており、従来からの土浦劇場、土浦東映劇場、霞浦劇場、土浦日活劇場を含めて、 同市内には10館の映画館が存在していた。1989年、さらに改装を行い、4スクリーンを有する土浦セントラルシネマズとした。同市内の映画館は、同年には、同館4館のほか、テアトル土浦、土浦プラザとシアター505、土浦ピカデリー1.2、土浦東映劇場、霞浦劇場の11館になっていた。土浦劇場、 土浦日活劇場はすでに閉館した。その後、同館の経営は、寺内光が代表を務める常用土地建物から、寺内隆地が代表を務める有限会社、TRE に変わっている。寺内光は、2003年4月27日の土浦市議会議員選挙に当選以来、3期を務める市議会議員である。1997年12月20日公開の、 タイタニックは大ヒットとなり、12回見た女性もいたという。2009年4月11日公開の方が、クローズゼロイーでは、同館内でもロケが行われ、ロードショー上映期間中には、同作のスタッフ T シャツが50名に当たる入場者、限定プレゼント企画が実施されていた。2011年3月11日、東日本大震災が発生。 土浦市で震度6弱を観測し、入居している TC ビルも被害を受けた結果、スクリーン3と4が営業休止状態となっている。その後映画上映のデジタル化も追い打ちとなったが、残ったスクリーン1と2は2015年にようやくデジタル化された。デジタル化前に上映された嫌物語奥の人はロングランとなり、同作の津田明一郎監督も、 土浦セントラルを訪れたという、2015年12月から2016年まで、霞ヶ浦を舞台にした映画、カレンを上映。作品自体は2011年に制作したものだったが、茨城県内では4年越しの初上映となった。同年12月23日に行われた、上映初日の舞台挨拶では、監督した、後藤俊博と出演した、北木真由が来館した。 2017年8月20日には、命ある限り、木田俊幸物語上映時の舞台挨拶で、同作監督の渡辺裕と出演した鈴木マリア、若井久美子が来館した。2017年現在、同市内の映画館のうち、従来の映画館は同館を残してすべてすでに閉館しており、同館4スクリーンとイオンモール、土浦内に2009年に開館した。 シネマサンシャイン土浦の2サイト13スクリーンが存在している。2016年に公開された戦争アニメーション映画、この世界の片隅にを当館だけで1035日連続して上映を続けた劇場として知られる。2019年12月20日にこの世界の片隅にが公開されたが、公開を翌日に控えた同年12月19日まで上映され、 この世界の片隅にの公開に伴って上映が終了となったものの、翌12月20日以降は、この世界の片隅にに切り替える形で引き続き上映中である。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。オンセントラル映画劇場に関するカテゴリー。ありがとうございます。